一般的にその、まあ、フランスのボルドーのスタイルと同じで、今日はカベネソーヴィニヨンとメルロ、この2種類のブドウがあります。で、まあ、ヨーロッパもそうですし、他のニューワールドもそうなんですけど、基本的にワインをブレンドで作ります。一つは、ワインになったものを、樽に入れるもの、それからステンレスタンクで保存するもの、また1年目の樽に入れる、2年目の樽に入れる、これによって全部味が変わるわけですよ。何種類か作ってもらって分けてもらって、はい、それ飲んでみよう、それ飲んでみよう、みんなそれ飲んでみよう、そうそうです、これで足りないよ、みんな飲んでみよう、ちょっと収まる、今ちょっと越してるじゃん、あれこれ80の線、そうですね、これじゃどんといっちゃえ、全部飲まなあかんよね。
選んでもね。